いつも大変お世話になっております楽天証券でチーフアナリストをしております今中と申します今回は2022年1、3月期決算の見どころと題しましてお話をさせていただきます4月14日 TSMC の決算発表がありますでここからですねこの2022年1、3月期そして2月から4月までの3ヶ月間この決算が続々と発表されます 今回はアメリカの金融引き締めそしてウクライナ戦争こういうふうな非常に複雑な状況の中での決算発表ということになります半導体を筆頭としたハイテクロース株の決算この中に一体何が出てくるのかここに注目したいと考えております先ほど申しましたけれども4月14日に TSMC の2022年13月期決算これがあります ここから半導体、大手 IT、ゲーム等々ですね、ハイテク系の会社の決算発表が、大体5月の下旬まで続くことになります。で今回、FRB が利上げに入っている、すでに金引き締めに入っているということ、そしてロシア・ウクライナ戦争、これが勃発して、それに対してロシアへの経済制裁がすでに始まっていると。 こういうことです、えー、さらに、えー、西側世界全体に軍備増強の動きが出てきているということであります、えー、経済を見るときに今回の決算発表ですねこれかつてなく複雑な状況の中で行われることになります、えー、そういう意味では大手の企業だけでなくて純大手中堅企業の経営者があ今をどう見ているのか数字はもちろん大事なんですが この現状、現実をどういうふうに見ているのか、ここが非常に重要になってくるだろうと思います。こういうふうな環境の中では、そういう発言の一つ一つが株価を動かす材料になる場合があります。そこに注意をしたいと思います。注目しているのが、まず大手から中堅までの半導体メーカーであります。従来は大手だけ見とけば大体良かったわけなんですが、これは後ほど申しますけども、いろんなその半導体原料でですね。 やはり問題になってきているものがあるということ、そして過去1年ないし2年の半導体不足の中で、大手だけが、例えば TSMC だけが半導体で重要なんではないと、準大手や中堅クラスが作っている半導体が途絶した場合に自動車が作れなくなるケースがあるということであります。そういうい意味では 幅広い半導体メーカーの決算に目を向けとかないとどうもいけないのかなということであります一方で製造装置はどうかというと製造装置の重要性はもちろん変わりはしませんただ今回のような状況になってきますと発注側の事情発注側がどういうふうに考えているのか要するに半導体デバイスの会社 ここの見方、考え方が重要になってきます。さらには、その半導体の大口顧客、要するにアメリカの大手 IT であります、つまり、ろガファムあるいはガファム t でありますけれども、ここがどういうふうなファンダメンタルズになって、どういう投資計画を持っているのか、すなわちアメリカの大手 IT ですね、ここのファンダメンタルズもやはり確認する必要がある、EV ももちろんであります。 足元で EV についてはですね、ニッケルの問題が出てきておりますので、このニッケル価格高騰が原価を引き上げることになっているということであります。それから大手のゲーム会社でありますが、 ここもですね、ちょっと見方がおそらく錯綜するだろうと思います。例えばヨーロッパで景気後退が始まったときに、ヨーロッパでのゲームの販売というのはどうなのかということであります。あるいはソニーグループですと、伝統的にソニーというのはヨーロッパに強いメーカーなんですけども、まあ、今、ソニーの家電部門というのは相対してことはないわけなんですが、 グローバルに見たときに、そこをどういうふうに考えればいいのかと。 こういうことでありますそれからですね過去一月の間で私の方でアメリカの大手軍事関連企業の動画を作成しております。やはりこの世界的に軍備増強の動きというのが出てきているこれはもう当然のことでありましてこの今の21世紀の世の中にですねいきなり他国にその大規模な軍事力を持って侵攻するそういうことが起こるとは実は 多くの人が思ってなかったわけであります。ところがそれが起きてしまったということであります。すでにヨーロッパはもう各国とも軍備増強ということになっておりまして、この動きがアメリカの大手軍需産業にまあどういうふうな数字としてですね、どういうふうな動きになっているのか、まあここら辺にはやはり十分注意してみたいと思います。 それからですね、やはりこのハイテクグロース株の場合、やはりこういう利上げの局面に入ってまいりますと、これからおそらく約1年半から2年ぐらいの間ですね、利上げが多分続くだろうと思います。そういった時に、そのバリエーションをどう考えればいいのか、あるいは成長率は、どの程度の成長率が利上げ局面で株価が上昇するのに必要なのか、しばらくこういうことは考えなくてよかったんですが、 こういうことを考えないといけない状況になってきたということであります歴史的に見まして金融緩和の局面から金融引き締めの局面になるときはですねやはり株価は下がりますそれから底打ちした後でも必ずしもすぐに順調に上がるというわけではありません要するに金利上昇のペースに対してどの程度の成長率あるいはバリエーションがあったらいいのか 例えば PR でどの程度の PR だったら買えるのかあこういうことはですねやはりその場その場で考えていくしかないということでありますそしてこのどうもアメリカの金融引き締めというのがあ従来株式市場が予想したものよりも早く そして厳しくなる可能性が出てきているということであります。4月5日、FRB のブレーナード理事という方が会合で発言しているわけなんですが、5月からの量的引き締めですね、これが急ピッチになると、急ピッチで始める可能性があるということであります。要するにアメリカで今、物価上昇率が高くなっているわけでありますが、それに対して給料の伸びが十分追いついていないと。 そういたしますと、低所得者の人ほどです、ね、実施所得が目減りしていて、購買力が落ちてしまうということ、ここをやはり懸念しているということであります。そういういうになりますと 今やはりアメリカの場合ですね、3月発表された2月の物価上昇率が7.9%だったと、やはりかなり高いと、40年ぶりに高い物価上昇率になっているわけでありまして、まあ、これをちゃんと抑え込むということになりますと、従来株式市場が期待していたような緩めの引き締めではなくて、強めの引き締めと。 こういうことになってしまうということでありまして、やはりこの発言があった後ですね即死数、大きく売られたわけなんですけれども、こういったことが今後、どういうふうになるのか、ここはやはりちょっと注意深く見ておかないといけないだろうと思います。それからウクライナ戦争でありますが、どうもロシア軍がやったとおぼしき残虐行為の跡が出てきたということでありまして。 この場合ですね、このヨーロッパでロシア産天然ガスの金融これが実現するのかどうかあーということであります。えー、ロシア産石炭の EU の金融、えー、これは実現するわけなんですが、はっきり言って石炭の金融やっても、ロシアにとっては大した影響はありません。えー、そうすると、やはりロシア産天然ガスと、これをどう扱うのかということになります。でこれをもし金融した場合は、ですね、えー、ロシア経済に対する影響は非常に大きい。 ただ、一方でヨーロッパ、特にロシアに大きくエネルギーを依存してしまっているドイツの影響は大きくなる、悪影響は大きくなるということであります。で一方でロシア産天然ガスの金はやらないということになりますとウクライナ戦争は長引くと、その分、e、EU 全体がやはり戦争リスクにさらされてしまうということにおそらくなってくるかもしれません。 そういうふうなことでいいますとです、ね、状況をちょっと地球一見ていく必要があるだろうと思います。それからこういうふうな状況ですので、西側諸国に軍備増強の動きが今、広がっているということでありまして、これについては、まあ、あのいろんな意見はあるとは思うんですけども、これは一つの投資チャンスにはなり始めていると考えてよろしいかなと思います。 グラフをいくつか確認してみたいのですが、これがアメリカの政策金利でありまして、3月ですね、3月に0.25%引き上げたということであります。久々の利上げということになりました。こういうふうな FRB の利上げに合わせまして、アメリカの10年国債利回り、これが上昇してきたわけなんですが、先般の FRB 理事の金融引き締めが5月から早くなると。 こういうこことですねうういう発言を受けまして、10年もの国債の利回り、これがずっと上がってきているということであります。で、このロシアのウクライナ侵攻の直後に金利が大きく下がったわけなんですが、そこから比べますと、実は1%弱すでに10年もの国債の利回りが上がっているということであります。まあ、こののグラフを見ていただきますとです、ね、昨年の7月から 今年の2月までと、今年の2月以降の周りの上昇、金利の上昇がいかに大きいものかということがお分かりいただけるのではないかと思います。でこういう中でフィラデルフィア半導体数、いわゆる即数でありますが、3月14日に3000飛び47.50ドルというところで、ここが大底になりました、これが大底になったんですが、戻り高値が3625.58ドル。 ここから下がっております。で、この先般の FRB2 の発言を受けて、ドソンと下がってしまったわけです。ただ、今は少し底打ちをしております。果たしてこれが2番底になって反発するのか。 あるいはこの3000トンで47.50ドルを割り込んでしまうのか、これははっきり申しますと、業績次第ということになろうかなと思います。要するに大手から中堅までの半導体デバイス会社で,で、何か決算上異常が起きているものがあるのか、特に自前の工場で物を作っている会社でありますが、 これはもう TSMC、インテル、それからサムソン、それだけではありません。例えばヨーロッパで言いますと、インフィニオンテクノロジーズ、ST マイクロエレクトロニクス、外部の委託業者に発注しているものもあるんですが、自前で工場を作って作っているものもあるということでありまして、例えばそういった会社が、ウクライナで世界の70%を作っているネオンという気ガスがありますけども、 今、この気ガスについてはウクライナは操業を停止しております。ただ、あちこち少量ながら作っているところもありますので、大手についてはおそらくそういったところからの調達に切り替えていっているだろうと思います。値段も少し張るとは思いますけども、ただですね、大手はそれができたとしても、中堅独農の半導体工場でそれができるかどうか、これはちょっと蓋を開けてみないとわからないかもしれません。まあ、そういういところで悪材料が出た時に 即死数の戻りというのが遅くなってしまうそういう可能性がないわけではないということでありますこのあたりの状況は実際に決算を見ながら考えていくということになろうかと思いますこれが2022年のアメリカ f m c の開催スケジュールでありまして次は5月3日8日ということになりますその後にですね、アメリカ消費者物価指数の発表があるわけであります 次の3月分の発表が4月12日ということになります。まあ、コンセンサスでは8%台に乗るということでありまして、まあ、多分そうだろうと思いますが、その時にやはり金融市場、そして株式市場がどういう反応を示すかということで、すねこちらの方も問題になってくるだろうと思います。 はい、それから物価の方ですけれども、ニューヨークマーカンーに耐える原油先物の,の冷やしがこれであります、これ、まあ、いわゆる WTI 先物ということになりますが、ここについては実はちょっと落ち着い今のところ落ち着いた動きになっております。結局のところ、ですねロシア産天然ガスの金融というところまでまだ至っていないわけでありまして、なかなかこれ、この状況がどうなるのかは、まだちょっと予測しにくい。 面もありますそれから備蓄を放出しているという面もありますということでありますで、物価上昇率がこういう形でですね3月発表に なった2月分が7.9%、まあ、40年ぶりの非常に高い物価上昇率ということになっているわけでありまして、まあ、この状況がいつまで続くのかということです。まあ、これは当然、FRB の金融引き締めの態度にもよるわけなんですけれども、かなりいろいろ複雑にです、ね、その株式市場に対して影響を与える要因が多くなっていると。 いいううこことととは言えることだろうと思いますそういう中で、2022年1、3月、そして2月から4月期の決算発表スケジュール、これを見てみたいなわけなんですが、4月14日の木曜日に TSMC があるということです。TSMC の2022年12月期の第一試算期ということになります。それから19日火曜日にロッキード・マーチン、これがあるわけであります。 でですねこの軍需株をどういう風に扱うのか、えー、これ一つポートフォリオを組むときに重要な論点になってくるんではないかなという風に私は思いますで結局のところこのロシアウクライナ戦争が我々に突きつけた現実というのは軍事力がなければ国は守れないんだということであります、えー、要するに世の中平和主義者だけがいるわけじゃありません戦争することに ある条件が整えば平気で他国に攻め入る、そういう国が世の中に厳然として存在するということでで、そういった国が攻め込まれてきたときに、今回の場合、どうもロシアがやったというふうに言われているわけなんですが、残虐行為が起きてしまうということでありますでそういったとこ。そういったことを防ぐためには強大な軍事力、これをやはり持つ必要がある。で軍事同盟はもちろん重要なんですが、 軍事同盟だけを持っていても自国で何もしないというわけにはいかないわけでありまして、えー、そういう意味で言うとです、ね、あの平和な時代では軍需産業に投資する妙味というのは正直ありません、えー、ただアメリカは2022年会計年度に行きまして過去最大規模の国防予算をいかに申請しているそれからドイツはこの22年の国防予算が あ前年比で倍になるわけですね。えそれからもう東欧を、西欧を、もう軒並み軍事費は増やすということになってきているわけであります。まあ、こういったことを考えますと、この世界の軍事産業の中でもですね、最も規模が大きいですから供給余力がある。 のがアメリカの軍事産業でありますけれども、ここに対してやはり目を向けてみるというのは、意味のあることではないかなと私は思っております。それから4月20日の水曜日に ASML ホールディング、ラムリサーチ、そしてテスラがあると。 いうことでありますテスラの場合、ですねこれ、ニッケル価格が上昇してますんで、ここが EV を作る時のコストアップにはなるんですが、ただ、ニッケルの途絶というのは、どうもテスラは考えなくていい、早めに手当てをしてたということです。あと21日木曜日が日本のディスコですね、これがある、あ工程の代表的な企業の一つであります。 それから26日火曜日に AMD、テラダイン、マイクロソフト、冷戦のテクノロジーズがあるわけなんですが、この AMD の決算、やはり要注目であります、えー。要するにパソコン向け、サーバー向けで、 果たして状況がどういうふうになっているのか、伸びがどういうふうになっているのかですね、ここはやはり注目点としては大きいというふうに考えております。それからマイクロソフトでありますけども、まあ、当然これ、Windows の会社でありますし、それから Azure というクラウドサービスの会社でもありますし、それから、とうとうゲームの世界的要手になろうとしているということなんで、まあ、いろんな側面から決算を見る必要があります。レーセンのテクノロジーズ これですね今、世界第2位の軍需企業であります。ミサイルについて非常に強い会社であります。それから27日水曜日がクアルコム、まあ、これ携帯電話、あのスマートフォンですねスマートフォンがどういう状況になっているのか、あまあ、あのクアルコムの場合、アンドロイドスマホ向けの特に値段の高い スマホ向けのチップセットを提供しているわけでありますが、まあ、この業績がどうなっているのか、注目点であります。実は3ヶ月前の10、12月決算で意外に決算が良かったです。事前の市場での見方に比べて決算が良かったわけですね。それからアドバンテスト、やはりテスターの需要がどういうふうになっているのか、受注がどうなっているのか。 ここはやはり注目点の一つだろうと思います。それからゼネラルダイナミックス、世界で今5番目の 軍事産業とということになりますポーランドが250両の m 1 a 2イブラハムという戦車があります。これ、ジェネラルダイナミックスが作っている、まあ、世界でも最高,最高水準の性能を持っている戦車でありますが、これを購入することになったということであります。まあ、こういうケースで言いますと、例えばお話したロッキード・マーチンですけれども、ドイツが35機の F35、 戦闘機これ、今、最高性能のステルス戦闘機でありますけれども、これを開うことになったということでありまして、こういったそのヨーロッパの諸国がアメリカの兵器産業に発注するという動きが今、広がってきているということであります。それから28日木曜日ですと、インテル、KLA コーポレーション、レーザーテック、アプリップル、ノーストップ、グラマー、こういったところがあると。 でインテルの,その業績に何か変化が出ているのかどうか、これ、非常に重要なポイントであります。でと言いますのは、足元で、これあの、1週間前にです、ね、レポートでも書いたんですが、今、CPU の世界で、AMD は最先端 CPU の100%を TSMC から仕入れているわけであります。その TSMC は大型の設備投資を繰り返している。 その結果、投資分、原価償却分は値上げになっているわけでありまして、そういう意味で言うと、ですねインテルは今のところ CPU はまだ古い17ラインで作っているわけですが、インテルの CPU と AMD の CPU と比べると、今そんなに価格差がない状況になっているということであります。果たしてこの状況をインテルが1、3月期の業績に何か意味のある変化に結びつけることができているのかどうか。 ここ一つの注目点でありますインテルドはですね、とにかく巨額の今、投資をやっておりまして、7ナの設備の構築ですね、これ、稼働開始が23年になります。で24年には24、25と5七の規模の工場、これ、ファウンドリーといって、半導体受託生産事業、これに参入するための工場をアメリカに2件作っているということであります。まあ、そういううい意味で言うと その将来に対する投資というのは非常に大掛かりで始めているわけであります。で問題は足元を果たしてどういうふうな状況になっているのか、あここ、インテルの一つ注目点ということになります。それから KLA コーポレーション、レーザーテック、やはり半導体設備投資ということになります。レーザーテックのの場合はですねここここれれ受受注受注高これ1 3月どういうふういふになっているのかあここが ポイントとということになりますそれからアップルはやはりスマートフォンの動きということになろうかと思います。で、ノースロップグラマーですけども、ここもアメリカの大手の軍事産業ということになりますので、こちらの方がどういうふうな ファンドメンタルズになっているのかですねここはやはり一つ注意したいと思いますそれから5月10日火曜日にグローバルファンドリーズ任天堂この2社があるわけなんですがグローバルファンドリーズの場合ファンドリーとしては 中堅規模ですね。今4位だったと思いますけども、もともとは AMD の生産部門でありました。ここがスピンアウトして上場したわけであります。10ナがに失敗してますので、今最先端がこの会社の場合12ナノということになります。ですので、 例えば民生向けですとか、一般の産業機器向け、自動車向け、そういうふうな汎用半導体をやっている会社でありまして、実は私が注目しているのは、こういった会社で、例えばネオンが不足している、パラジウムが足りない、こういう影響が果たして出ているのかどうか、ここに実は注目しております。何もないんだったら、逆に言うと、もう買っていいということでもあるわけであります。 それから11日にスクリーンホールディングス、12日に東京エレクトロン、それからこれは2月から4月までの3ヶ月決算でありますが、19日にアプライドマジリアルス、そして25日に n ヌビディアと、こういうふうなスケジュールで大体半導体 A と IT ですね、それからその他主だった会社の決算発表スケジュールとういうことになるわけであります。 ということで、まあ、あの注目決算、ここでも一覧を挙げておきましたけれども、今回の場合、ですね圧倒的にデバイスメーカーの決算に注意しておきたいと思います。製造装置メーカーはあくまでもデバイスメーカーから発注を受ける側でありまして、デバイスメーカーの状況が変わってきますと、製造装置メーカーがいくらいいんだと、受注も好調ですと言っても、ですねやはり株価の方は、 デバイスメーカーカの話を聞いいてしまうということになりますこのデバイスメーカーもです、ね、今回の場合、大手だけが重要というわけではありません。要するに TSMC、インテル、サムソン、この大手3社だけが重要と。 というわけではなくて、例えばグローバルファンドリーズのようなロジック半導体のファンドリーとしては中堅規模、規模としてはやはり中堅規模の会社も重要ですし、オンセムコンダクター、これ、決算発表日分からなかったんで、過去としておりますけれども、こういう中堅どころの会社。 それからヨーロッパにあるインフィニオンテクノロジーズ、ST マイクロエレクトロニクス、こちらの方はですね、自動車向けとか各種産業向けの汎用、半導体を自前で作っている会社でもありますので、やはりこのあたりがですね、半導体資源、材料ですね、この不足との影響があるのかないのか、このあたり、やはり重要なポイントになってくるだろうと思います。あと ASM ホールディング、レーザーテック、この2社はやはり重要な会社であります。 あと、大手 IT で言いますと、アップル、マイクロソフト、メタプラットフォーム、この会社そのもののファンダメンタルズももちろん重要なんですが、投資ですね、設備投資に。 対してどういうスタンスなのか、特にマイクロソフトとメタプラットフォームズの設備投資、これはどういう状況になっているのか、ここはやはり注目点と申し上げていただろうと思います。あと EV でいうと、やはりテスラということになります。1、3月期の生産販売台数がすでに公表されております。で これは上海工場が上海のロックダウンの影響で,です、ね、あまり量を作れなかったということなんで実はその1、3月期というのはです、ね、どの会社にとっても営業日はもう少なくなるわけなんですがそれで販売台数が横ばいということはかなりいいパフォーマンス。 だったわけであります、まあ、そういう意味でいうと、この会社の場合、ですねガイダンスを今のところ出してないんですが、やはりそうは言っても、説明会でイーロン・マクスク氏が何をしゃべるのか、ここはやはり十分注目する必要があるだろうと思います。あと、先ほど申しましたけども、大手のゲーム会社、ニンテンドー・ソニーグループですね、ここについては、特にヨーロッパで売れ行きに何,何らかの変化というのが起きているのか、どうなのか。 ここが一つ注目点ななのかなといいう,うに思いますであと、軍需関連であります、ロッキード・マーチン、レイセン・オテクノロジーズ、ノース・ロック・グラマー、ゼネラル・ダイナミクス、まあ、この大手4社ですね、世界の軍需産業を代表するような会社なんですけども、やはり西側世界全体で、軍備増強の動きが始まっていると。そして、これはアメリカの国防予算の規模が、 他国と比べて際立って大きいことによるんですが、軍需産業として、ですねやはりアメリカの場合、技術力もそうなんですが、企業規模がとにかく非常に大きいということであります。そうなりますと、ヨーロッパの各国がすぐにでも、とにかくできるだけ早く最新兵器を整えて、それを実戦配備したいという場合には、これは同盟関係、アメリカとの間で同盟関係があると。 ということも確かなんですけれども、それ以上にやはり、ロックリード・マーチン以下のアメリカの軍事産業が生産力があるということであります、要するに供給力があるということでありますので、そういう意味でいうと、ですねこのロックリード・マーチン以下の4社については、ビジネスチャンスというと、ですね今回、こういうふうな状況になってきているわけなんですが、あの不謹慎と言われるかもしれませんが、 このアメリカの軍事産業にとっては、この業績拡大に向けた動き、これを期待してもいいんではないかなというふうに考えております。今回は2022年1、3月期、そして2月から4月までの3ヶ月決算、ここの見どころについてお話をさせていただきました。この動画、ご評価いただけるようでしたら、いいね、そして登録をお願いできると幸いでございます。 今回はご清聴ありがとうございました。